どうも大之助です。ということで今回も勉強とブログのルーティンやっていきます。まあただ今日は嫌なことしてくるね。雑談ぐらいさせてよって感じなんですけど、これはうわやられたやられた、マジ激ない。まあそうですね。まあこのぐらいの範で。まあ、ないと1個上げてても勝てるということを証明してあげましょう。こっちまっすぐ行くか。この辺が全然役立ってないね。まっすぐもダメ。まあそうですよね。逃げるよね。一旦これはこのままでいっか。なったらあとは真ん中からぶち抜いたらいいんじゃない。これ取りに行ってもダメか。まっすぐ行こう。で、もう一歩前に出たらどうなる？アンニョンハシムニカーって感じか。あともう一個。あともう行ってほしい。取った。マジで。これ勝負が分かんなくなってきたよ。
とは言ったものの、とは言ったものの、ああもったいないことしたな。分かんなくなったけど、これは大チャソス時代到来じゃない？どっちが取れる？いやー、ここでルーク・スカイウォーカーゲッチは相手痛すぎるでしょう。気にはならないよね。あー、そうくる。これでチェックメイト。よっしゃあ、序盤にナイト奪われたところでね、結局勝てるんですよ。俺と CP ぐらい実力下がったら、勝ったら急に饒舌になる。じゃあ次将棋。将棋も敵のレベルマックスが15だけど、レベル4の敵と、こちらは後手で、そして絶対に角交換をするという縛り付きで戦っていきます。いや、なるほど。
それってさっきの強者を使ったら、解決する問題ではありませんか。相手の危ねさあ、そこまで追い込んだはいいものの、もうさすがにこれ銀逃げられちゃうから取るか。あ、ダメだ。このままいったら相手の強者に狙い撃ちされる。だから俺ができることといえば、金奪われちゃダメだな。どっか有効な位置だ。なんでそこに強者を使った？一旦時に作っておくか。そう、ど真ん中ぶち抜くか。
どうするかっつうと、とりあえずと金でいいよね。マジで。おや、コンピューター上では俺の勝ちをもう予期している。金を置いて、ええけど勝てるか、ちょっとわかんない、わかんないから。おや、それじゃあ勝てねえじゃん。まだ勝てねえじゃん。ノルウェーじゃん。一旦と金作るか。まだ負けてないの？すごいね、生命力が。もうこれで終わりだ。よっしゃ。じゃあ次は英語の勉強と。
よし。じゃあまずは、英語の勉強の前にワーキングメモリ鍛えますか。AB RP PN NB BN NYYD DP PD DT TD DT TDDT TD DG GD DB BD DBさあ次、世界地図アプリ、昨日41秒だったからな。いくぞスタート。ブラジル、メキシコ、ジャマイカ、コスタリカ、ボリビア、チリ、スリナム、グアマテラ、ドミニカ、キューバ、ウルグアイ、ハイチ、ニカラグア、パラグアイ、ガイアナ、バハマ、ベネズエラ、ペルー、ベリーズ、ホンジュラス、エクアドル、ギアナ、フランス領、パナマ、アルゼンチン、エルサルバドル、コロンビア、カナダ、アメリカ。うわぁ、38秒か。更新したと思ったのにな。昨日より3秒早くなった。明日また今より3秒早くしたら記録更新できる。いけるいけるいける。くそん？ああ、過去形か。よっしゃ、水星のカウボーイ、水星の魔女じゃなく水星のカウボーイになりました。じゃあ次、エンティティなんだろう、エンティティ実体、ウィンドウ、全然わからん、だんだんと、ニュアンスか、インフラックス、流入、ディスパッションネート、やる気をなくさせる、キャプサイズ、捉えやすいサイズにする、バガボンドなんだ、頭が悪い人、放浪者、あ、それでバガボンドって侍の話なんだ、サバンナの
ブルーチップ全然わからん。有料株コリアン、もう声小さ、声低いし、コリアンエンティティドゥインドゥくぅ、インフラックス、ディスパッショネート、キャプサイズ、バガボンド、サバンド、コリア、特使、特使ってなんだ、もっとバカにも分かる言葉を使ってくれよ。特別な使者、ブルーチップ、あとなんだっけ、冷静な、ディスパッションネット、またもう覚えてない。エンティティ、ドゥインド、ニュアンス、インフラックス、
キャプサイズサーバント。ライトラブ、ルーチェンジ。軽い愛は物事を変える強い意味だ。手軽な恋はすぐに終わる。あ、そういうことね。分からなかった。The one will not another will。ルースサイドオブ、なんだ、敗者の視点、全然わからん、見失う、ルースサイドオブ、In any case, in any... この症例では、この例では、この実例では、ん？とにかく、In any case。どの症例でもって意味か。In public、公共の場所では。At present, present, 存在する。Consist in, 構成する。Consistency, 維持する。ん？おい。
記者免許改善。さあ次ブログ行ったりましょうかね。
よし。こんな感じでいいだろ。
あなたは悪くない、それは仕方ない。こんなもんでいいかな。よし、じゃあこの内容を TikTok と YouTube に上げて、本を読んで瞑想して、瞑想した後本の内容をまとめてプログラミングしてっていつものルーティンいきます。ということで今回は以上。お疲れ様。